お、なんだなんだ、思ってたより混んでたね。ごめん。いいよ。でもどこに向かってるの？内緒。ただとても素敵な場所だよ。これでさ、コミケとかに連れて行かれたらさ、女の方どうなるえーってなるもん。彼女は今日は守らなくて。あ、ここはどこだ。彼女は泣いている。なぜ拭えない。俺はここにいるのに。死んどるもんな。体が動かない。声が出ない。頭がぼんやりする。俺が俺でなくなっていく。暗い、狭い、寒い、怖い。誰か助けて。彼女を慰めたい。だからその体をくれ。やだやだ、これは財産やだ。私の体は財産やだ。そんな気持ちでスマホをここにポンって置いたんか。幽霊が。そういうことになるよね。そういうことだよね。車の心地よい揺れに抗えず、うだた寝をしていたようだ。無理もない。夜通しピリピリとした緊張感の中で過ごしていたのだから。うなされていたようだね。窓を開けようだ。開けようか。いえ、結構です。風にさらされてでもしてたら、面倒なので。面白いことを言うね。魂が風より軽いものだとは思わないか。何を言ってるんだ。ちょっと俺にはちょっと理解できないことを言うじゃないよ。運転手にいるのは、美幌が手配した専門家だ。ババと自己紹介されていた、お笑いの専門家か。だとしたらババってさ、あのババ、あのロバートのババ髪型の色が前結構派手だった人。何の専門であるかは聞くまでもない。除霊よし、ちゃんとある。いつまた勝手にどこかへ行くんじゃないかと気が気じゃない。なるみはどうしてスマホに取り付いたんでしょうね。自爆霊の多くは死んだ土地に縛り付けられるが、時には物体に縛られることもある。スマホに縛られたってことか。彼にとってスマホは何か特別な思い入れがあったのかもしれないね。スマホが特別な思い入れ。まさかなるみと愛ちゃんが出会ったのって SNS 出会い系サイト。考えたことないね。自爆から解けるには改心するか、あるいは他人に憑依するしかない。今後ろにいるんですか。見えてるんだ。やっぱ除霊師だから見えてるんだ。ババはこちらの問いを受け、横目でルームミラーを確認する。そうだね、おとなしくしているよ。そうだねって言葉が返ってくるあたり、やばいわ。この状況やばいわ。どんな顔してます。さあ、ついているから表情はわからないな。ただ何か言いたそうではあるね。言いたそう。誰に。君だろう。それが何であるか君は知っているんじゃないのか。体をよこせじゃないのか。体をよこせって言おうとしてるんじゃないだろうな。そうか、じゃあさっきの夢はやはり、やっぱり体をよこせってことだろう。お前、何を言われてもおかしくないですけどね。何も言える筋合いもありませんよ。どういう意味かな。まあ、その死人に口なしっていうか。そうだよ、体はやらんぞ。体はいやらしい意味じゃないぞ。潮の香りがする。まさか。そう、ここが目的地じゃ。彼女はまだのようだね。さて、私の出番はここまでだ。あとは君たちに任せる。あ、いや、ちょっと待ってください。ここにおらんでもいいから、せめてちょっと離れたところでさ、ちょっと様子を見といてくださいよ。え、ちょっと、俺一人気になった瞬間にさ、ナルミがまたさ、霊的な力でどうにかするとか限らんでしょうが。待って、待ってください。それじゃ止める。それじゃあなたはただの足じゃないですか。ミホはそれだけのためにあなたを呼んだわけでは。もちろんだ。しかし深く介入しろとも言われていない。私はここにいる。何かあれば呼んでくれ。よかった。このまま帰られたら、もし持ってる時に俺が死ぬ。ほらな。
お金積んだんだろ、多分お金で雇ったんだろ、それそれぐらいの仕事はしてもらんかったら困ります。さざ波の音色が耳に心地よい、雨上がりの潮風がひんやりつねめたく頬を撫でた。夏場には海水浴の客で溢れるんだろうが、今はひっそりとしている。あとは彼女さえ来れば。おい、さっきのことだけどな、あんたがやろうとしたことは手段であって目的じゃない。一生に一度、いや一生に一度のことだ。極限の状態で極端な発想をしてしまうのは無理もないと思う。結局不発に終わったわけだし、後悔してくれるんだったらこっちから特別言うことはないよ。だからあんたが何か言うこともない。ただこんだけしてやったんだから最後まで見届けないと気が済まない、それだけだ。来るか女の方、愛ちゃんは。自分のものではない。足元に振り返ると青白い顔をした茶髪の女がおぼこつかない足取りでこちらに向かってきていた。身なりは小綺麗だが、食事やスイミングが十分でないことは一目瞭然だ。え？ふと肩に何かが触れた。と同時に目前の女が表情を変える。なるみ！なるみ！女の方やな、これ。涙をいっぱいに溜めた女がすぐ背後にいた何かに抱きついた。どういう状況？それどういう状況よ、これ。え、俺の背後にいた何かに、ちょっとどんな縁やっとんだろう、気になるな。彼女は今普通なら見ることができないものを見て、触れることすらできないものをしっかりと抱いている。振り返ってやりたいが、さすがに野暮ってもんだろう。この場から離れようにも、なるみの主体を所持している以上はかなわない。女のしゃくり上げる声が耳に届く。なるみ、会いたかった、寂しかった、つらかった。こういうかなに混じって何度も繰り返される言葉の中に約束があった。約束、信じてた、ずっと待ってたんだよ。何の約束だろう、一緒にコミケに行こうって約束かな、オタクなのかな。彼女はなるみを亡くしてからそれを頼りに過ごしていたようだ。約束か、約束、そうだね、一度も忘れたことないよ。初めて聞くなるみの声は子供をあやす親のように優しく温かなものだった。聞こえたのは、聞こえちゃったんだね、とうとう聞こえちゃったんだね、幽霊の声をね。スピリチュアルや。もう俺はスピリチュアルにすでに巻き込まれてる人間だったんだな。今更だな、ずっとそばにいるよ、何があっても必ずすぐ帰ってくるから。何でもない、俺は少し寂しいとか。電話していいかな。いいよ、おやすみ。おやすみ。今度さ、こっちの方来ない？なるみんち行きたい、でもお金ない。チャッパン、電車賃出すよ。あ、それで来たんじゃ。それで来たのに結局なるみの方が死んでしまった事故でって感じだよな。そっから車で緑公園行こう。でもあんまり会えないんだから、いいじゃない。手料理食べられるのは残念だけど。あ、そうか、だからスマホがさ、思い入れのやつなんじゃ。会えないからこそ、こうしてスマホの LINE で会話したっけ、思い入れみたいな。はあ、お弁当作るリクエストある？リクエストか、うーん、昆布巻き、渋。家族も友達もいない私にあなたを約束してくれた。私と約束してくれた。ずっとそばにいるよ。何があっても必ずすぐ帰ってくるから。その言葉を信じてた。あの日からもずっと。
きっとすぐ帰ってくる。私を抱きしめてくれる。でもあなたは帰ってこなかった。だから探すことにしたの。電話で知らない人が出たからびっくりしちゃった。こっちがだよ。いや、びっくりするのはこっちの方だよ。だけどなんとなくわかった。あなたはもうすぐ帰ってくる。迎えに行くね。それでああいうメールの内容だったんだよな。でもできれば返信させてほしかったっすね。なんで愛ちゃんアクセラレーターの力持っとんやろ。スンスンと女は鼻をすする。もしも万が一あの時あの場で違う行動を起こしていたら、自分たちはここにいることさえかなわなかったのだろう。いや、考えるのはよそ。今こうして二人が再会できたのだから、それでいいじゃないか。さあ、もうじき時間だ。なるみ、この一夜でなりきってしまった顔も知らない名前を呼ぶ。見せるんだろ、彼女に。何をだ？ボカロのダンスか？毎日毎日練習したやつを彼女に見せるのがボカロのダンス。なんだ、インビジブル？あ、この景色のこと？めっちゃ綺麗。あの日、俺は君に夕焼けを見せたかった。沈む夕日を二人で眺めたかったんだ。すごい。まさに水に太陽が入っていくような感じ。こうして見る日も日の出も綺麗だね。うん。遅くなってごめん。好きだよ。はい。これからもずっとずっと。約束、あの時の。うん。そばにいてくれるよね。明日も明後日も。いるよ。もうどこにも行かないよ。はい。君さえ感じていてくれれば、そこにいつでも俺がいる。絶対よ。ああ、約束する。絶対だと思う。指切りしようか。あ、俺幽霊だから指切り。ああ、手がつなげた。指切りどころか手がつなげた。意外と二人の身長差がほとんどない。あと、言っちゃあれやけどさ、こんな時に言うもんじゃないけどさ、なるみの方さ、25歳ってあったのにさ、服装がもう30代後半ぐらいのおっさんみたいな服装してんな。消えていく。なるみ。それにしてもなるみって、男になるみって。いや、変わっとるな。多分お父さんお母さんが変わっとるんだろうか。お父さんお母さん、なるみのお父さんお母さん、実は女の子が欲しかったんだろうか。そんなことは今言ってはいけないけど言っちゃう。そして雨が降ります。しかしこの雨の後は晴天であります。綺麗です。綺麗な海です。ねえ、今もというわけで終わった。思ったより早い終わりだ。パート5つで終わっちゃったね。いや、編集次第で4にするかもしれんけどな。
それにしてもホラーだけどさ、ホラーっていうよりどっちかって言ったら謎解きだね。これミステリーホラーアドベンチャーゲームって言いながら謎解きじゃねえか。ミステリーってさ、ミステリアスって意味であって謎解きはちょっと違うでしょ。謎解きじゃんこれ、もうほぼ謎解きじゃんこれけどさ、よかった、いい終わり方でよかっただってさ、バッドエンドとかさ、そっちにそれたらさ、全部殺されてんだもんねこれあとこのエンディングのさ、解決した、ちゃんと解決して2人は幸せになりましたっていうエンディングがいいわこれ。このさ、2人が結ばれたっていう感じがする曲も終わり方もよかった。これはスキップしちゃあかんけどさ、ちょっとスキップしてさせてほしい理由が一つだけあるんだよね。何かって言ったらさ、この曲が終わるまでトークつなげる自信ないのよねよっしゃ、とりあえず感想を言っていくような感じでいくけど、ホラーと見てあかんなこのゲーム今それだけど、ホラーと見るにはちょっと何かが足りんくのこらやな。やっぱ怖がらせてくる感じじゃなくてさ、もうなんていうかな選択肢を間違えたらひどい目に遭うっていう、ホラー的には ひどい目に遭うっていうだけでさ、どっちかというとやっぱ謎解きやな、謎解き要素が、そういうのを楽しむためのゲームだった感じがするな結構面白かったよ謎解きやってさ、いろいろ突っ込みどころがあったりさ、何よりさ、スマホをいじってさ、情報を集めたり、電話かけたり、 LINE やりとりしてさ、情報を集めたりしてさ、そういうね、物語進めていくっていうのが斬新だったよな。綺麗、しかも絵が綺麗、そうなんだよ、絵が綺麗なんだよ、うん、そうだよ、フリーゲームって結構絵が大事なんだよそうだよというわけで、そういうゲームでした、コム置き去りの記憶。置き去りの記憶ってそういう意味だったんやな。約束は果たせんで、無念で、スマホに思いが、記憶がもな宿っとったみたいな、そういう意味での置き去りの記憶だったんだ。そうか、ああ、虹の彼方に、これこそ雨の後はいつも青空だよっていう、このコムのストーリーの最後を譲るような感じかもしれん。虹の彼方にあって、ガンダムユニコーンの最後のエピソードもこんな名前だったような気がするどうでもいいか、とにかくさ、何よりさ、操作やな、やっぱスマホをいじるって、もう一回言うけど、スマホをいじるっていう斬新なところがさ、面白かったわ。こういうゲームもっと増えてこんかな、今後。なんならさ、このゲームの作者さんが新しいゲームでさ、同じようなシステムを使って別のゲームを作ってほしいぐらい。作者さん、次回作とか作る予定あるんかな。あるんだとしたら、ちょっと俺注目したいな。もうちょいホラーっぽいホラーゲームにしてほしい、もう作ってみてほしいな。こういうさ、ミステリーじゃなくてさ、完全なホラーみたいな、脅かし要素がめっちゃあるようなやつ、映画すごいけんさ、これやって不気味やもんさ、ホラーってまではいかんけど、不気味やもんな、これ。こういう写真とかも、エピローグかな。君にはいろいろと迷惑をかけたのよね、赤の他人なのにさ。そりゃあ、初めは面倒なのも拾っちゃったなって思ったけど。なんて読むこれ。あ、な、え、もしかして、あったん？美幌ちゃんに。美幌さんのサポートもあったし。あの人やに心臓を鍛えられたみたいで、めったに驚かなくなりましたよ。マジか！じゃあもうサイコブレイクとかバイオハザードとかで驚かされても、全然驚かんタイプやな、これ。ふふ、ありがとう。というか、美幌さんも同じようなもんじゃないですか。高校を卒業してから連絡取ってなかったんですよね。まあね。でも、なんか、放っておきなかったんだよね。ああ、確かに。顔は見られなかったけれど、頼りなさそうですよね。
頼りなさそうってだって25歳であんなおっさんみたいな格好しとうもんなおっさんが悪いとは言わんけどさ、ちょっとそこまであまり彼女おらんままさ、30代後半まで来てしまったき、今さら彼女できたらどうしようかわからんみたいな感じの人だったりするんかなふふ、そうかもね。そういえばあの指は、愛ちゃんどうしたのかな。指を操作の時に、なるみちゃんのバッグから、なるみちゃんって言っちゃった男なのになるみちゃんって呼ぶタイプだったんかな、のバッグから見つかっちゃったんだって。きっとあの海で渡したかったんだろうね。ペアリング、ペアリングか。カップルの定番ですね。あ、やっぱり知らないんだ。南州海岸から沈む夕日を眺めながら一生の愛を誓うと永遠に結ばれるって話。ああ、一生絵のない話ですね。とすると婚約指輪か。そんな若者が食いつきそうなネタよく知ってますね。結構有名だよ。女の子ならみんな知ってると思うけど。女の子ね、難しそうな顔してるね。いや、結構叶わなくなっちゃったんだなって。それはそうだけど、でも結婚できなくても一緒にいることはできるよ。感じさえすればいつでもそこにいるか。今思えば臭いな、あのなるみのセリフ絶対さ、アニメとか恋愛漫画とかのさ、受け売りです。そう、私は素敵だとは思うな。女の子ならときめいちゃうよ。俺男なんで。ていうかさ、あんたも男なんじゃないの。だってなるみに、だって嫉妬されなかったんだもん。あんたと SNS で会話しても嫉妬されなかったんだもん。二人はこれからずっと寄り添って過ごしていくんだろうね。ですね。よし、ずっと座っているのもなんだし、ちょっと歩こうよ。そうしますか。せっかくここまで来たんだし。おう、もうなるみと愛ちゃんの二人が通ってきた道を一緒に歩く感じなんじゃ。こんなカップルだったんだなみたいな感じの。数歩先を歩く、行く見ほろを眺める。さらさらと風にそよぐ髪は細く長い。女の子だった結局ミホロ。じゃあなんで嫉妬されなかったんだろう。友達やけんまあいいやみたいな感じなんかなそんな感じだったんじゃ。別に嫉妬の対象にならんかっただけなんじゃよかった、女の子だった、ちゃんと女の子だったそうか、いや、男でも女の子でも助けてくれたけんよかったけど随分と大きな恩ができてしまったな。一夜にして全く妙なものだ。あれから俺はめったに驚かなくなった。あの日に比べればどんなことも些細なもんだって。ねえ、屋台があるよ。何か食べる？いいですね。じゃあ妙法さんのおごりで腹ごしらえしますかおいおい主人公、何女の子におごらせようとしてるの。それダメだよ。え、ひどい。こういうのは男性が持つものでしょ。もしくは割り勘。そう、些細なことなのだ。何度も窮地を救ってくれたこの恩人がたとえ。だから言ってるじゃないですか、頼りにしてますよ先輩。同性だったとして、いやあ、だあ、やっぱり男だった。ちょっと喋り方が女の子の男だったですよね。そりゃ嫉妬なんかされませんよね。だって男の子だもの。ちょっともしかしてのところさ、見せながらさ、やっぱり男だったんかいってツッコミを待つんか。やるねこれ。Thank you for playing。 楽しませてもらいましたよ、こちらこそありがとうございます。終わった。というわけで今回感想はまあエンディングのところに言わせてもらったんで、もうここは感想なしでいきますが、ご視聴ありがとうございました。思ったより早終わってしまったな。ということでさ、次からまたコムのまあ後釜として新しいゲームの方やっていきたいと思います。
まあコムの、置き去りの記憶の作者さんがまあもしかしたらまた次ゲーム新しく作るかもしれません。でもしかしたらこういうコムみたいなシステムを使ったゲームかもしれませんし、違うかもしれません。で俺が興味持つか持たないかも分かりません。ですがまあ興味持ったらまたやらせていただきたいなと思っております。というわけでまあ何にせよ面白いゲームでした。最後ちょっとハッピーエンドだったし、最後にちょっとオチもあったのが良かったやっぱ男だったんかーいって良かった。というわけでこれからもまたこういう面白いゲームやっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。というわけで仕上げ。